皆さんこんばんは、ワドです。今日は、2018年の、1月の26日、夜中の2時5分です。外配信です。音声と映像問題ないですか？問題なかったら教えてください。今から、街の清掃活動、うんこを拾いに行くわけです。じゃあスタートです。2時間以内にうんこ5個拾います。いや、袋2つ持ってくわ。うん、行きます。大丈夫？じゃあ探しに行くよ、うんこ。ペットショップの横？横の雪んとこに。あ、雪降ってんじゃん。うんこ探すのめちゃめちゃハードル高いじゃん、うん、マジかよ。行ってくるよ、のんちゃん。行きます。うわ、寒い。雪の、うわ、寒いし。うんこ探しに行きます。急げ急げ。ペットショップの横攻めるのありだ。のんちゃん頭いいんだよな、こういう時。犬のうんこ、寒い寒い。いや、マジでうんこ探そう。うんこうんこ5個だよ。5個ってことは30分に1個は必ず見つけないとな。寒い、マジで。みつけやろうね。ちょ、雪がすごいから、雪だらけだから。あ、雪の上にうんこがあるのかな。ちょ、うんこ探そう。ツイッターにうんこハンターアップして。え、あ、ツイッターにアップ？え、携帯電話だからどうやってやるかわかんねえな。え、ツイッターにアップってどうやってやるんだろう。どうやってやるんだろう。ツイートってどうやってやるんだ。携帯電話で配信しないからわかんないんだよね。え、どうやってやんだろう。え、どうやってやんの。ごめん、わかんねえんだけど。配信、ごめん、やり方は、あ、ツイッターシェアあった。ツイッターシェア、ツイッターに連携されてんのか。あ、ごめん、ツイッターできないわ、ごめん。ん、自分のツイッターでいい。写メして、まあまあ、あ、オッケーオッケー。うんこの証拠を見つけるのね。オッケー、わかった。5個見つけたら5個を、俺とうんこをツイートすればいいのね。え、これうんこか。これはうんこか。え、これうんこか。これうんこじゃないわ。見極めも大事だな。見極めも大事だな。うんこ。ちょっと寒いな。雪すげえんだけど、まだこんなに残ってんだけど。職質に会うってうんこ拾って何が悪いんだよ。うんこ拾って何が悪いんだよ。寒い。よいしょ、 OK。 要は最後にツイートすればいいってことね。うんこ、犬の感覚になんない。ダメだね、犬の感覚。いや、雪で超寒いしさ。でも、あのね、のんちゃんがヒントくれたペットショップの横にうんこは必ずあるんじゃないかっていう。で、犬の気持ち、っていうか、これ危ねえな。うんこ、犬の気持ちになろう。犬の気持ちになって、犬が端っこでうんこすんのか？っていうか、ほら、新宿の東京の人ってマナーいいからさ、持ち帰るんだよね、うんことかを。土のところね。どこだ。あっ、危ねえ、滑った。うんこ、うんこ、うんこ。てか、まず道路がねえし、道路っつうかコンクリートだらけだから。初見お疲れ様です。あ、ぜひフォローよろしくお願いします。今うんこを探します。いい、マジで。うんこうんこ、残り何分。いや、うんこ、ちょ、走ろうかな。うんこうんこうんこ、犬の気持ち。っていうか、東京で俺うんことか見たことないんだけど。超神企画でしょこれ。野良猫、あ、猫スポット行こうかな。公園とかの方がいいのかな。ちょ、ペットショップ先に行くわ。え、ペットショップの周りでうんこするか、ペットショップが片付か、野良猫スポット
ートに戻るか。まず犬の散歩ルートだよな。いやマジでうんこ欲しい。うんこ。野良猫の方行く？草のあるところ。草、新宿だぞここ。草ね、草むら。いやマジでうんこ。そういえばうんこってよく見たけどな昔。最近うんこ見ねえな。動物飼ってるお店の周り片付けるよね。じゃあ猫スポット行くか。猫スポット行こう。野良猫スポット行くわ。寒っていうかね、暗くて見えない。うんこ暗くて見えねえっていうのもあるし、寒いし。もう6分経ったのかよ。これ一個も見つかんねえとか、そういうパターンか。うんこうんこうんこ。最悪は自作。あ、ワンカウントいけるね。ワンカウント。あ、この辺ありそう。うんこ、この辺ありそうだな。くそ、うんこ寒い。うんこうんこうんこしないでくださいとか、持って帰ってくださいって書いてあるところいいんだろうな多分。そうだね、動物の気持ちになってうんこをどこでしたいかね。てか本当にコンクリ、あ、中央公園ってどうなんだろう。寒い。公園行くか。公園行こうか。公園ありそうだよね。うんこ。あった、うんこ発見。やった、いけるいけるいける、やった。雪うんこだ。雪うんこ、うんこ発見です。マジか、来た、やったぜ。じゃうんこ掴みますね。あ、カッチカチカッチカチなんだけど。うんこゲット。ちょっと見せられないんですけど1個ゲットです。1個ゲットしました。やったやったやった、カチカチのうんこだ。よっしゃ、1個ゲット1個ゲット1個ゲット、やったよ。1個ゲット、うんこ1個ゲット、うんこ1個ゲットだよ。いけるいけるいける、これいけるぞ。もっと来いもっと来い。雪にうんこポトッと落ちてて、いや見せらんない、バンになる。あとでツイッターにあげる。やべえ、うんこゲットだよみんな。うんこうんこ、あと4個あと4個。いやだってね、あと4個あと4個。あ、でもコツは分かった。コツはつかんだよ。匂いはないね、寒いから凍ってるね。カッチカチのうんこだ。分かった、雪がね逆にあだとなってるっていうか、雪の上にうんこが乗ってるから逆にチャンスなんだこれ。うんこうんこ、雪はね逆だわ、ラッキーなんだよ。うんこ、オッケーオッケー、ゴール、前回のところね。うんこ、こちらにありそうだな。見逃すなよ。でもだんだん分かってきたよ。あ、あ、誰か片しやがった。これがうんこの後なんですよ 100%。 これ片されたパターンだね。これ片されたパターンだわ。
これ絶対うんこなんだよ。これ。これマナーがいい人。いや、雪うんこ。雪はラッキーだよ。もうあと4つだからね。寒っ。ねえな。次行こう。次のスポット行きます。電波は問題ない？みんな。うん。あ、今、うんこ探してますね。辛いよね。こんな寒い中、うんこする動物の方もね。ただね、俺がね、多分ね、ゲットしたのは、犬のうんこですね。小型犬のうんこだと思う。うわっ。嘘。2個目？あ、違う。木の枝だ。不正はしませんからね。不正はしません。ちゃんとうんこ、うんこ、うんこ、どこだ、うんこ、うんこ、勝たされてるかな。猫の足跡あるからねえな。でもね、だいたいスポットは分かってきたね。要はね、茂みっぽいところで隠れてうんこすんだわ。これやっぱね、堂々としないね。端っこの方でするわ、動物は。鳥のうんこは、ね、見つけらんないと思うよ。野生のうんこであれば何でもいい。とりあえず今1個うんこ。電波大丈夫だよ、OK。どうしよう、公園行くか。もう一個猫スポットがあるんで。ていうか猫死ぬぞこれ多分。猫どこで生活してんだろう。あ、ありそう。ないかな。しょんべんはあるん。ああ、うんこ、勝たされてるな。勝たされてるな、やっぱり。公園行きます。花園神社ってどの辺だっけ？花園神社って歌舞伎町の方だっけ？花園神社遠くね。ここ公園に入ってきました。ここは、猫がいっぱいいるんで。猫スポットなんでね。これはうんこじゃないな。泥だな。でもありそうだな。絶対あるこれ。ただうんこの形をしてないと嫌なんだよね。区役所近く。あー、ダメダメ、遠い。2時間ロスになる。うんこ、絶対この公園に1個ぐらいあるはず。絶対ある。ここは茂みでするのかな。誰か動物飼ってる人いない？何すんだろう。ここ猫いっぱいいるから、うんこ絶対あるはずなんだよね。あと何分？まだまだ時間はあるか。寒い。うんこ。公園の砂場がね、東京の公園って砂場がないんだよね。うんこ。公園はでも絶対あるはずなんだよ。ここ猫いっぱいいるから。基本土の上か。砂場、砂場か。
猫どこ行ったんだ、野良猫ども。あ、ここねえかな、次行こうかな。ねえな、うんこ。芝生？芝生系か。ちょっと見当たんないね。次のスポット行くわ。うんこ、うんこ。でも1個見つけたってことは15分でしょ、まだで1個見つけてるからあと4つだかんね。駐車場見てみるか。うんこはないか。こんなにうんこ探すの初めてだな。ひどいことやらせるな。いや、俺は食ってくために必死だからさ。こんなんで金もらえるんだったら金もらいたいでしょ。まあ失敗したらね、アウティだけど、なせばなるっていうところをね。茂み、茂み、茂み、うん、この辺も猫いるんだよな。お散歩コースの方がいいのかな。ただね、犬のうんこの方がでかいから見つけやすいね。猫は上手に隠す。やっぱ犬系だよね。犬のうんこの方がいいよね。ちょ、公園もう一個行きます。ちょっと外堀の塀を見ていきますね。その前に多分ね、犬のうんこの方が絶対いいと思う。ただね、暗いから見えねえんだよな。暗くて見えねえ。超寒い。マガありがとう。今1個。もう完璧なうんこ。もうどっからどう見てもうんこな。完璧なやつを1個。公園行くか。超寒いし、手かじかむよ。携帯電話が冷たい。てか早く終わらせてえな。手も痛いし。帰ったらお風呂入って寝よう。いやでもね、東京でうんこ5個は結構厳しいよ、2時間以内に。あー、おしっこはあるんだけどな。黄色くなってるから。うんこ。あ、ねえな、こっちは多分。一応探すわ。あ、頼む、うんこ。うんこ、うんこ。カラスがいるな。いないな、うんこ。いや、綺麗な国だよ、本当に。しかも、茂みの中に手突っ込んだから、隠れて、多分ね、このうんこは道路にあったうんこじゃない、茂みの中にあったうんこだからね。おっ、これうんこ？これなんだ？え、これうんこかな？これうんこじゃないな。ちょっとうんこっぽいものを見つけた。これうんこかな？これうんこかどうかわかんねえ。これうんこか？これうんこか？これうんこかな？なんだこれ？これうんこかな？うんこかどうかわかんないもの、これ脳幹だな。ちょっとお見せできないのが苦しいんだけどね。
うんこ。あ、延長？残り何分？え、ちょっと待って待って待って。延長ってどうやってやるんだ？延長、配信、ラグなし配信、自動延長、これか。これで OK か。延長されてるかな？ OK か。うんこ、うんこ。ねえなぁ。うんこってなかなかないんだな。うんこ、急げ急げ、時間がない。不明な場合脳幹だね。やっぱそこはね、やっぱり仕事だから、いや、プライド持ってやんないとね。プロのうんこハンターとして、靴紐直すわ。うんこってなかなかないもんだな。超寒い。寒っ。ダメだ、こっち行ってもねえな。どこ行こう。いや、どうしよっかな。どっち方面行こうかな。この通りってうんこあるかな。テンション下がってきたね。やっぱだって残り1時間半であと4個だよ。これ頭使うな。考えろ考えろ。まず犬が散歩するコースで、でうんこが確実にありそうなところ、うんこがあるところ、つまり住宅街、犬がよく歩いてるところどこだ。街路樹の植え込みありがとう。俺もね、そこ攻めてるんだけど、それで1個発見したんだけどね。この辺犬通らないのかな。あとね、暗いからよく見えないっていうのもあるんだよね。いや、マジでちょっと考えよう。ちょっと本気のアイディアちょうだい、みんな。必殺の。とりあえずあと4個だから。微妙。あ、ていうかくせえな。あ、これうんこなんだけど、これどうしよう。なんか小物なんだけど、うんこ見つけたんだけど、これは多分ね、番にならないんだよ。小物のうんこ見つけたんだけど、どう思う？これなんかさ、ハンターとしてはさ、微妙じゃない？これ明らかにここ土が盛るところじゃないから、これ絶対うんこなの。これ2カウントにしてもいいのかな？わかる？これ明らかにうんこなんだけど、これダメ？でもこれ臭いんだよ、ちゃんと。これダメ？これ認めらんない？
いや、これうんこだよ。臭いもん。NG か。これ NG なの？わかった、プライド持つわ。ちゃんとしたうんこでしょ？俺の袋の中にあんのはもうちゃんとしたうんこなの。これはダメなの？厳しいな、スポンサー。ちょっと、これダメなの？ダメ。もりもりのやつでしょ、もう。卑猥なやつでしょ？せっかく見つけた。ちょっと待って。見つけたかも。これ土だな。土とうんこが欲しい。土とうんこの見分け。いや、あれさっきの匂い完全にうんこだったのに。ただちょっと小ぶりだったよね。犬飼ってそうな一軒家が密集してる地域？いや、あるよ。あるある。いや、だからそこら辺を。だけどね、真っ暗なんだよ、その辺。あと雪がすごいから。滑るんだよね。でもね、やっぱね、多少雪が溶けて歩けるようなところじゃないと、きついものがあるんだよね。うんこじゃねえのかよ。一瞬でも見逃したら終わりだからね。やべえな、時間ねえな。懐中電灯持ってるんだけど、外配信で両手塞がってるからね、ちょっと無理。懐中電灯は装備してこなかった。いや、これ昼間だったらワンチャンあったけど、ハードル高えな、2時間でうんこ探すって。で、この放送面白いの？一応拾っとけば、一応ね、あの、ションベン小僧さんの企画だから、ションベン小僧さんがダメって言ったらダメ。さっきの2カウント目にしたらな、かなり夢があったんだけど、しょうがないよね。スポンサー NG 出たからやる気あんのかって。うんこハンターとして誇りを持てって言われたから、はあ、寒い寒い。プロの顔になってきた？うんこハンターの。いや、だってさ、うんこを2時間で5個拾ったら5万円もらえるってさ、プロでしょ。うんこで飯食ってますって言えるよね。職業うんこですって。寒い寒い寒い。手が痛い手が痛い。寒い寒い。あと、拾ったうんこが溶けないか心配。溶けないかな。どんな場所でうんこすんだ。ていうか寒いからうんこ出ないんじゃないの、もしかして。公園回った方がいいのかな。おい、谷さん、こんばんは。さっきの持ち帰った残りっぽいから。いや、違う、痕跡がない。だから、あのね、プチうんこだった、さっきの。要はね、持ち帰った痕跡はね、シャバブーンだよ。あれはね、痕跡じゃないよ。だからね、あの、残粉ですよ、残粉。で、やる気のないうんこだったんだよ。小型犬とかなんじゃないの、猫とか。タバコのね、ポイ捨ては結構あるね。だから悲しくなるよな。人間の方が愚かなんだよ。犬の方があれなんだよ。タバコのポイ捨てはいっぱいあるけど、うんこはないんだよ。もうポイ捨て10個だったら余裕でコンプリートできるわ。悲しいよな、人間の方が愚か。
ないなこっち。おしっこした後することが多い。おしっこはね結構見つかった。茶番でる雪がいっぱいあるから、その周辺にあるんだ。要はおしっこポイントはうんこポイントでもあるんだ。なるほど。こんなに見つからないもんなんだな。多分ね、東京の人持ち帰ってるんだよ。俺だってうんここんなに見ないもん。成田だったらいっぱい見たもん。うん、飼い主さんマナー。いや、パーカー着てる。リスナーさんからもらったジャック・ダニエルパーカー。大通りよりも住宅街行く？じゃあ路線変更すっか。オッケー。大通りないわ。ちょっとコアなところ行くよ。そうしよう。もうこっちがダメだ。住宅街行くわ。そうしよう。てか手が痛え。そろそろ2個目いかないとペース的にまずいね。ピッチ上げていかないと。どこだ。あれどこに行ってんだ俺。道に迷った。寒い。住宅街でマジで寒いな。手が痛い。あ、公園がある。ちょ、公園行きます。ここありそうだな。あ、ここありそう。あ、絶対ここうんこあるっしょ。ああ、うんこ茂み。なにここ、怖いんだけど。なにここ。え、なにこれ、池が凍ってるんだけど。池凍ってる。周りにあんの。ペット禁止なんだ、公園。寒い寒い寒い。手が痛い手が痛い。あー、スマホが持てなくなってきた。手温めていい？一回。手が痛い。手がもうカチカチだ。寒いな、マジで。これチームプレーだったらまだなんとかなるかもしれないけどね。うーん、猫がいそうなポジションどこだろう。猫っつうか犬だな、犬。いや、YouTube のね、編集とかが忙しくて放送ができなかったんだよ。
ジムに通ったりとかいろいろもろもろで、サボりたくてサボってるわけじゃないんだよ。俺もフラストレーション溜まってんだよ、普通の雑談ができてないから。あ、ここか、この通りか。じゃあこっち、あ、この通りに出ちゃったんだ。タバコのポイ捨てって多すぎだろ。この通りありそうだよな。何分、あ、やべえ、あと1時間半しかねえ。危ねえ、滑る。やべえな、時間がねえな。もう3個ぐらいゲットしておきたいところだよ。換気の下はないでしょ。この辺ありそうなんだけどな。やっぱ茂みだな。お、アマムさんいらっしゃい。夜中なのに結構来るね、人が。今本当にうんこが欲しいよ。あと4つ定期、あと4つ。どうしよっかな、ここ犬通らねえよな。手が痛え。そんなにうんこってないもんなんだな。茂みから掘り出した一個のうんこしかねえな。私の送ろうか、間に合わない。2時間以内だからルール。2時間以内にうんこを探す枠だから。どうしよう、どうしよう。うんこ発見しました。ただどうしよう。ね、3個に散らばってるんですよ、うんこが。要は炸裂うんこ系なんですけど、1個拾えばいいですか。あった、1個。これは猫。炸裂うんこなんだけど、1個形が残ってる1個があるんですけど、それでいいですか。小さいよ、こんくらいだよ、こんくらいだけど、形はもう完全なうんこ。これいくわ、回収します。あったあった。あ、カッチカチ、あ、カッチ、あ、崩れた。うん、よし、2個目ゲットです。あったあった、よかった。カッチカチ、2個目ゲットです。2個目ゲットです。ってことはこの辺探そう。2個目ゲット、よし。ってことは時間的に40分で2個だから、20分に1個ペースだから、まだいけるな。いけるいける。これはね、多分ね、犬のうんこなのか、猫のうんこなのかな。犬か、小型犬かな。ありました。ちょっとね、小ぶりだったけど、さっきのよりはでかい。それがね、3つにバッて散らばって踏まれちゃってるから、
あの、へいっす、へいっす、うん、なるほど、だんだん分かってきた。やっぱ住宅街だ。寒い。へいっす、いやー、二つ行った。草むらっていうとね、端っこの方でするね。だんだん分かってきた。てかね、コンクリートジャングルで寒い、へいっす、コンクリートジャングルで、あの、草むらがないんだよね。あと3つ。あと街灯がないのが痛い。あと3つ。こっちが猫いないんだよな。砂場がないの。あ、もう一個公園あるからそっち行こう。ちょっと遠いけど、あえて公園行こうか。でもね、公園2カ所行ったけど、うんこなかったんだよね。風引くわ。このうんこを探す32歳もどうかと思うけど、それを見る100人もどうかと思うわ。面白いの。探す方も探す方だけど、見る方も見る方だよ。住宅街の方に行こうか、どうしよう。ちょっとこっち側にありそうな感じがすんな。そうささやくよ、俺のゴーストが。砂に埋まってるんだ。なんだろうね。まさか俺も32歳になってうんこ探すとは思わなかったわ。でもね、雪がね、結構ね、いいね。雪の上でうんこしてくれるから、あの、すぐ目立つんだよね。雪に黒いポンってあると。夜食食べながら見てる、すいません。いや、そんなことない。鮫島さんとティロフィナーレ加賀さん一個上、石川紀之、野田造り、タメ、あと誰いる？関慎吾さん、タメとか。結構ね、あの、俺の1個上と俺の世代は、野田総理もタメか、黄金期だね。当たり年って言われてんだ。なんか10年に1回、配信者、ゴミくずが大量に生まれる年があるらしいよ。ていうか、タバコのポイ捨て多いな。タバコのポイ捨て本当に多い。セクシングを折るため、年齢的には実力は向こうの方が上だけど、そうだね、一応ビニール手袋でこれでつまんでるね。あと3つ。でもこれで見つけたら結構ワンチャンあると思ってんだよね。あと3つだから、回収済みか。いや、一生配信やるかちょっと迷ってるよ。食えないもん。もうギリギリの生活ですよ。ギリギリ、ちょっと食えなくなったらマジで考えるわ。あ、金梅さんはすごいよ。大手配信者何人も産んでるからね。野田造り、橋本くん、セブンさん、ヒカルくん、荒野、愛子さん。愛子さんは違うか。
ツバニャンとかね、とんでもない数生み出してるからね。配信外の楽しみなんかないよ。5年間配信ずっとやってきてんだから。さあ、見え、ちょっと草むらの方に戻るわ。住宅街回って、あ、こっちの方ありそうだな。バカよ、寒い。うわー、手が痛い手が痛い。この辺ありそうだな、この辺ありそうな気がする。見逃すなよ、一個見逃したらもうアウトだからね。たまちゃん消えた？あ、そう？たまちゃんやってるでしょ？こう帰りにこっち来よう。攻めよう。どんどん前に行こう。いや、配信でみんな人生変わってるよ。よっさんなんか泣きながら説明してたよ。片輪でスキヤで働いてても童貞だったよっつって、お金ももらえなかったし人気もなかったよって、クソみたいな人生変わったよって泣きながら言ってたよ。みんなそうだよ。ドレさんだってそうだし、俺ら生まれてから一等賞になったことない人間だから。うん、いやー、みんなそうでしょ。学年で一番の学力もなければ、マラソンも1位じゃない、スポーツも1位じゃない、女の子にキモいって言われてさ、友達もいないような人生なんだから。やっと人からさ、何百人も名前呼んでもらえるような生き方できたんだもん。まあ俺は別に彼女いたけど、うん、俺はちょっとその童貞の気持ちは分かんないけど。寒い寒い、あー、手が痛い手が痛い。寒いよ。今2個ね。暗くて見えねえな。でもね、絶対探せばあるはずなんだよ。40分で2個見つけたんだから、時間的にはペース的には超いい配分だと思うの。あとは気合と運だな。気合と運、あとはもうね、動物的な勘。俺いじめられっ子、うーん、小4の時に転校した時一回いじめられたかな、うん、その後友達にはなったけど、一回だけいじめられて不登校になったことあるね。っていうかね、俺ね、体格、身長がね、もう小4でもでかかったな。小6ぐらいから変わってないんだよ。超でかかったの、体が。こう、新宿。はぁ、寒い寒い。だからね、あんまりね、その、いじめられるっていうか、ジャイアンみたいな体格だったから、子供の頃異常に身長でかくてさ、急にし、あの、中学になって身長止まるやついるでしょ。それだったからね、あんまり暴力的ないじめじゃなかったね。スピリチュアルな転校生いじめだったね。よくあるパターンだよ。いじめっつうか、まあ部外者って感じだ。友達ができなくていじられるっていう、いじめられるっつうか。っていうか、もうほんとなんか腹立つの、うんこよりもさ、タバコのポイ捨てが多くて、ほんとに殺意湧くわ。
人間の方がダメでしょ。動物の方がマナー守るってどういうことだよ。ポイ捨てが本当に目立つ。すげえ数あるよ。なんかへこむわ。なんか寒い。ポイ捨てだらけだもん。ポイ捨てなんかもう100個以上見つかるわ。タバコのポイ捨て100個を2時間で見つけろだったら俺余裕で達成できてたわ。なんか悲しいよね。なんかこういうの、ねえな。公園の方行くか。新宿は綺麗だよ。うんこはほとんど、うんこは2個しか見つかってない。まだだポイ捨てがちょっと若干多いかな。新宿っつってもここ西新宿だから、手が痛い。てかなんかそう、人間の方がダメだっていうのがなんかちょっとへこむよね。実は人間の方が下等生物なんじゃねえかって思う。何これ、え、何これ、え、何これ、アタッシュケースが捨ててあるんだけど、何これ、え、何これ、何これ、アタッシュケースが捨ててあるけど、中になんだこれ、ビデオデッキ、なんでアタッシュケースが捨ててあるの。不法投棄なんだけど。なんか最近さ、あの河原とかってさ、あの何ね、よくわかんない現金うん百万とかうん千万とかが捨てられてんの、めちゃくちゃ見つかってんの知ってる。よくわからないお金がいっぱいあるんだって。細工はしないかな。いやもう凍ってるうんこだからすぐわかる。ほかほかのうんこ一つだけ湯気出てたらおかしいでしょカッチカチだもん。氷のうんこだから、アイスうんこだから。寒い。手が痛い、指痛い。何年だっけな。そう、持ち主が見つからなかったら何年か自分のものになるよ。 100% なるなる。おっとっと、うんこじゃないか。あー、うんこ見つけたけど多分 NG うんこだわ。あのもうポロポロになっちゃってるやつ。スポンサー NG うんこ見つけたわ。しかもね、うんこって草むらとか端っこの方でするんだね、動物って。道のど真ん中とかじゃないんだね。やっぱ恥ずかしいのかな。あー、これもダメ、あれだ、ダメうんこだ。くっそー、しっかりうんこないかな。
やっぱ公園ねえな。てかこの時期野良猫とか死なねえのかな、大丈夫なのかな。ないもんだな。大通り出ちゃったよ。なんかああだいぶ舗装されてる。こんな綺麗になってんだ。マンションが建ったんだよ。これ日本一高いタワーマンション。すごいでしょ。いやしっかりうんこを探してるんだよ今。崩れうんこみたいな。やっぱうんこハンターとしてプライドがあるから。あー寒い、手が痛い。うわー微妙。うわー微妙これ。うわーどうしようこれ。あこれうんこじゃねえじゃねえかよ。河原じゃねえかよ。なんだよ腹立つわうんこじゃねえじゃねえかよ。せっかく3つ目だと思ったのに。あっやった、うんこがあった、うんこがあった、やったありがとう。うんこ4つも。これねでもね同じ犬のうんこだからこれワンカウントですね。4つうんこゲットです。あーやったやった、うんこうんこゲットです。3つ目。うわー嬉しい、カッチカチのうんこ、やった。3つ目ゲットです。よっしゃ、あと2つ。いやこの通り攻めるか。やったあと2つ。いける。うわ超嬉しい。しかもしっかりとした4つも手に入れたんでこれはいい感じだ。あとな、あと1時間、あと1時間で2つ。いける。はい、ワード2。いや、うんこハンター名乗ろうぜ。ていうかね、これね、冬の夜にやるもんじゃない。うわぁ。あー、寒い。あ、ここタバコ吸っていい一本。ちょっと灰皿あるから、不動産屋さんの前に。携帯灰皿持ってきたんだけど。タバコ吸います。いやめっちゃ嬉しいよ。こんだけ探して1時間探して3個だよ。なんとかなりそうじゃん。あー手がタバコが持てねえ。寒い。うんこ今3つです。でしっかりしたうんこなんで、あの後で写メツイッターにあげるんで。ちょっと一服させてください。いや嬉しいわ、やりがいあるわ。今3つですね。うんこ風邪ひくよこれ、手カチカチだもん。ふう3つ今、あと2つ。何としても達成しましょう。俺の家賃ここら辺の相場。1LDK で13万とか。西新宿5丁目 1LDK で13万とか。そんくらいかな。マンション、貸しマンションでそれくらいだって。 1LDK13 万6千円とか、それくらいが相場。うん、いや風邪ひきますねこれ、うん、東京でもね西新宿って言って結構高い。あでもね貸しマンションで 1DK で7万5000円もあるね。5万円のやつもあるじゃん。安くね、ここ。
丸の内新宿。ああ、5万円もあるじゃん。うん、 1LDK 22万3000円。まあでも7万8万のところもあるね。うん、餌物件っていうのは安い物件ってこと？で、さっきのでっかいマンション 2LDK で33万って書いてあるね。5万の物件はトイレなし5畳だって。5畳で5万、トイレなし。あ、じゃあ、トイレあるわ。ユニットバスで部屋5畳、部屋5畳で5万円だって。礼金、敷金、保証料ない。5万いいじゃん。亀さんはずつ、うん、急に高くなるね。あとね、地区がねすごい。5万円のやつはね、建築日が1973年って書いてある。はい、ワトツ。あー、寒い。鼻水止まんね。あと3個、あと3個。これ見つかりそうじゃない？でもペース的にさ、1時間で3個見つかってるからいけそうだよね。いけそうな気がしてきた。ねえ、頑張ろう。築40年で5万、まあまあまあ、しょうがないよね。この辺の界隈高いよ。もうちょっと外れの方だと安いんだよね。初台とかに行くと9畳で7万7000円とかある。収納とバルコニーもあるし、まあ東京だしね。うん、だから大阪行った時にすげえいいマンションとかでもすげえ安かったからびっくりしたよ。寒い、めちゃめちゃ寒い。手が曲がんないもん。曲がる、曲がったけど、うん、かじかむっていうの、こういうの。とにかくうんこ探そう。勝負に出ようかな。向こうの方、あ、いいや、向こう行ってぐるっと回ろう。よっしゃ、うんこ探すよ、みんな。休憩終わり。残り55分でうんこ2つ。行くぞ、みんな、うんこ。うんこ探すよ。犬のうんこ。犬のうんこ探すぞ。寒いっす。あー、うんこだらけじゃん。あ、これ鳥だな。惜しいな。これダメでしょ。スポンサーさん、うんこ、これダメでしょ。これダメでしょ、これ。これは脳幹でしょ。いっぱいあるよ、鳥のうんこ。これダメ？これダメ？これ脳幹？この細かいうんこたち。キッズたち。プライドナインかい。わかったよ。大物ね。プライド。だってさ、さっきのさ、うんことこの鳥のうんこだったらもう5個達成だったんだもん。ちょっと欲が出ちゃうじゃん。プライドあるよ。うんこハンターとして。寒い。早く終わらせたい。プライドナインかい。ちなみにこれ、ションベン小僧さんプレゼンツだから、この企画。寒い寒い寒い。いや、俺も見たことないから新しいよね。しかもこの極寒の中でさ、
意外とうんこねえんだよ。小学生の時いっぱい見つけたのにな。田舎の方が多分あるんだよね。ていうか犬も、あーこれかもって、これはオッケーでしょ。これオッケーかな、微妙。微妙だけど一応捕獲します。微妙一応4つ目。一応4つ目いきます。あ、これでもオッケーかな。一応これはオッケーでしょう。4つ目ゲットです。4つ目ゲット。うんこ4つ目ゲットです。ラスト1個。ラスト1個。寒い寒い。4つ目ゲットだけど、ちょっと微妙。あと1個、あと1個。寒い寒い。うんこ配信です。ああ、寒い。今何時？ 3 時。寒いって。今捕獲しました。4体、4体捕獲してます。寒い寒い寒い。寒い寒い寒い。早く信号変わって。ああね、コツつかんだ。コツつかんだ。もう俺うんこのことわかる。うんこの声が聞こえる。うんこが俺に囁いてる。よし、あと一個、あと一個、あと一個。あー、これうん、あ、これうんこじゃねえわ。くそー、あと一個なのに、あと一個。五個集まったらね、夢叶うっていうかね。寒い寒い寒い。あと一個、あ、手が痛い。寒い。ありがとう、花火ありがとう、助かります。寒い寒い寒い。あー風邪ひく。俺だけどいけるぞ。あと52分であと1個。タバコかよ。もうタバコ見たくねえわ。川に入らねえわ。あ、おしっこ発見だからこの辺にあるぞ、うんこ。おしっこ発見した。ああ、ちょっと待って、手が痛い、手が痛い。ちょっと持ち帰るわ、うんこ。ちょっと右手にシフトするわ。手が痛い、手が痛い。寒い寒い寒い。カチカチですね。カッチカチです、うんこ。氷ですよ。でね、パターンが分かってきた、だんだん。あのね、雪の上に乗っかってる。で、その周りが茶番出るからすぐ分かる。雪で助かったかもしんない。犬はね、雪の上にうんこする傾向があるわ。あとね、そう、茂みに近いところとか、なぜか知んないけど、交差点のところの端っこでやる。全部のパターンが分かってきた。雪の上、交差点の街路樹。だからね、交差点の、なぜか交差点でやるんだよね。角。なぜか角で運行する傾向がある。なんでこれ俺うんこに詳しくなってんだよな。寒い寒い。寒いよ。うんちくの語源なのかな。あと一個、あと一個。
残り何分？70分だから、2時間は何分だ？2時間は120分だから、あと50分。あと50分で1個。いけるいける。頑張れ頑張れ。はぁ、寒い。お疲れ様でーす。じゃあ、これは俺の企画じゃなくてね、ションベン小僧さんがミッションを与えてくれたの。いやー、あと1個ねえな。あと1個、あと1個。はぁ、頑張れ頑張れ。あ、うんこ。うんこがない。うんこがない。どこにあるうんこ。あ、鳥のうんこ腹立つわ。寒い寒い寒い。いや、死ぬ、死ぬ。本当に死ぬ。っていうか、新宿の気温で調べて、今の。今何度？新宿の気温調べて誰か。手がもうやばい。痛い。動かないし。ないな、うんこ。なんだ、調子良かったのにな。うんこが急に減った。上着着てるよ、パーカー着てるじゃん。てか持ってないんだよね、上着を。寒い。あー、手が痛い、手が痛い。うんこ。うんこ。うんこどこだ、うんこ。マイナス3度。ちゃんめこんばんは。犬のうんこだね、今んとこ。一個だけね、猫か犬かわかんない。多分小型犬のうんこ。多分ね、犬だと思う。猫はね、砂かけるんだって。痛い痛い痛い。マイナス1度。そりゃ寒いわ。うんこもカツカツになるわ。でもね、俺絶対ね、見つける自信ある。あと何分？絶対いける気がする。うんこの声が聞こえるんだよね。あ、反対側の方があるな、これ。あのね、鉄のね、ポールが邪魔してうんこできないんだわ、犬が。絶対いける、絶対いける。寒い。寒い寒い。あと一個だよ。あと一個だよ。あと一個。あと一個。あー、これうんこか。なんだよ、うんこじゃねえのかよ。コート持ってない。もしよかったら優しいリスナーさん、コート送って。ふわふわのコート。どうしよう。なんだよ、こっちがねえか。寒い。うんこ探してんの。コート古着でも何でもいいわ、あったかいのであれば。え、喧嘩してんの。空き缶回収か。あ、ここ絶対ありそう。この辺絶対あるわ。この辺絶対あるわ。あ、絶対ある。ここ絶好のうんこスポットだ、これ。寒い。5時にマイナス3度。今は何度なの。今マイナス1度。とんでもなく寒いよ。いや、あの2時間限定だから、2時間以内に5個のうんこを探してこいっていうミッションだから。一応何でもいい、鳥でもいいっていうルールだったんだけど、あのプライドを持てっていうコメントが多いんで、一応2個うんこスルーしましたね。鳥のうんこと崩れうんこがあって、それは一応うんこハンターとしてプライドを持ってるんで、やっぱり固形物、ちゃんとしたうんこをね、手に入れようと思って。いや、プライドないのってコメント欄見てみ。お前プライドないのかって怒られたかんね。
だから2個うんこスルーしてるね。そう、やっぱりそのやっぱプライドを持ってリスナーさんにちゃんとしたうんこを届けようっていう、こいつすげえわって、極寒の中5個集めたわっていう、ていうかあと1個なんで見つかんねえんだ、はあ、こんばんは、なんでねえんだ、あと1個で終わるのに、はあ、放送は途切れてない、大丈夫、寒いよみんな、あと1個が見つからない、いやそれは動画職人さんに任せるわ、僕らは位置についてさべでれてんでれてん、4つ見つけたよ、ちゃんと固形物のうんこ、寒い、やばいな、ちょっと住宅街からそれてきたな、いやーこれ残り何分、これまずい選択してるな、やっぱ住宅街のちょっと大通りに出たところだから戻った方がいいかな、一回ちょっと走るわ、走りながら探さないと間に合わねえこれ、え、こっち犬いるか？これね、ちょっと俺がね、ダメな選択してる可能性あるな。張ってっかな、どうしよう。なんか、ちょっと嫌な予感がする。あ、ダメだ、雪が残ってねえ、こっち。ダメだ、ダメだ、ダメだ。戻れ、戻れ。戻れ。あ、調子乗った、2個連続ゲットで調子乗った。やばいやばい。うんこ、うんこ、うんこ、うんこどこ？うんこ。やばい、あと1個で終わるのに。うんこ。どこ？今見つかんないと何にもならないじゃん。全部がパーになっちゃうよ。寒い寒い寒い。残り何分？残り何分か書いて、定期的に、ちょっと。まず時間との戦いだわ。うんこどこだ、うんこ。うんこ、うんこ。公園の方はダメ。公園で一個見つけられてないの。実はね、公園はハードル高い。寒い寒い。公園じゃなくて住宅街のちょっと大通りに出た雪の上にあって、なぜか交差点のところにある。全ての傾向はここにある。住宅街から表大通りに出て、大通りに出た、そうね、住宅街側にあるんだよね。あー、手が痛い手が痛い、あー、手やばい手やばい、完全にやばい、これあー、手がやばい手がやばい手がやばい、あー寒い、あー手が痛い手が痛い、やばいやばい、ちょっと手やばいな、ちょっとポケット入れるわ、あー手痛い、あああと1個、あと何分、やべえやべえ、時間がない時間がない、え、どうしようどうしよう、時間がない、あと何分、あと何分、20分だ、あと40分、やばいって、ってことは20分何も見つけられてないんでしょ、やばいやばいやばい、これ考えろ考えろ、感じろ感じろ、動物の気持ちになれ、なんでねえんだ、なんでないんだろう、あ、あったけえ、ここえ、なにこれ、すげえすげえ、あったけえ、なにこれ、なんか地下空間があるんだけど、え、なにこれなにこれ、え、なんでここあったかいの、
ライトがついてる。え、なにこれ。え、なんでこんなあったかいのここ。え、なにこれ、なにこれ。これ金網の下あんじゃん。ここの下ライトがついてんだけど、ほら、なにこれ。え、なにこれ、なにこれ。なんでここあったかいの。え、なにこれ、超あったけえここ。え、え、ここなんか人いるでしょ。地下施設あるでしょ、これ。はしごがあるもん。何これ。こん中になんか空間があるんだけど。すげえあったかいんだけど。え、何これ。ほら。え、なんで？どうなってんの、これ。え、これさ、ハンマーバキに出てきたさ、旧日本軍が使ってたさ、なんかあるでしょ。ドリアンが潜んでたところでしょ、これ。絶対ネズミとかいる、ここ。超あったかかった。え、ちょっと温まっていい？あ、時間がない、時間がない。うんこ探さないと。多分ね、地下鉄からはすっげーあったかいの。もわっと暖房並みにあったかかった。なんだ、ちょっと温まっていい？ごめん、ちょっと温まるわ。手が痛いからちょっと温まるわ、そこで。ごめんね、そう、1分だけ時間ちょうだい。すげーあったかいんだ、ここ。なんだろう、これ。なんだこれ。なんでここ、こんなあったかいんだろう。あったけ、いや超あったかいよ、ここ。あー、手あったまるわ。あ、ダメだ、うんこがあったまったら臭くなるからやめよう。俺うんこ持ってんだ、うんこが溶けるわ。やめよう。そうだ、俺うんこ持ってたんだ。うんこ4つも持ってるんだわ。やだわ、せっかく凍って臭くないのにさ、忘れてた。うんこ溶けたら臭くなるぞ。温まってる場合じゃねえわ。あと何分？やべえな。地下鉄なのかな？地下鉄か。大江戸線に繋がってるんだ、多分。あったけ。そうだね、ホットコーヒー。いや、もううんこ最優先でいこう。うんこ最優先でいこう。うん、うんこ最優先。あとどこあるかな、どうしよう。左行くか右行くか。右行くか。よいしょ。あと一個、あと一個。あと一個だよ。あと一個、あと一個。気合入れとこう。あ、でも手だいぶ温まったわ。麻痺してるけど。あ！あ！あれ？あれ？ちょっと待って。あれ？これ。これ、あれ？氷が、どけ。これ、うんこだろ。ちょっと待ってね。あー、雪の中に埋もれてる。あ、半分顔出してるのに、取れない。うんこが取れない。雪の中に入ってる。これ、3日前だろう、多分。あー、悔しい。うんこ目の前にあるのに、半分氷になっちゃってる。あ、ダメだ。次行こう。半分、もう、うんこがあるの、あそこに。半分、氷と一体化になってて、取れない。手がかじかんで。もう諦める。次行くわ。サンスルーね。うんこ今、サンスルー。くっそー！なんで三つもうんこスルーしてんだよな。やばいな。半分顔出してるんだけど、もう雪と一体化してるんだよね。多分ね、2日3日前ぐらいのうんこなんだよ。あー、どうしよう、こっち行こうかな。迷うな。やべえやべえ、あと35分。
安い。そこにうんこがあるのに悔しい。あの登山家の気持ちわかるわ。登山家の気持ちわかったわ。雪でさ、こう待って、ゴールに行かないといけないの？え、マジで？え、うんこ探すだけで2時間使っちゃダメだったの？え、マジで言ってんの？え、ゴール地点に行かないといけないの？え、ゴール地点に間に合わないって、あ、30分しかないじゃん。ちょっと待って、ルール追加すんのやめて。マジで言ってんの？ちょっと待って、マジで言ってんの？2時間はうんこ探しにフルで使えると思ってたわ。やべえ、なんか新ルールが出たんだけど、間に合わねえぞ。うんこ、あー、うんこの痕跡あるわ。くそー、うんこ、処理されたうんこがあった。そりゃそうよ、マジで。マジか、ちょっとじゃあ急ぐわ。そっちに移動しながら、でもあの通りうんこねえぞ。賭けに出るか。あの通りでうんこ探すわ、じゃあ。マジかよ。マジかよ。あと1個なのに。でもあの通りねえぞ、うんこ。マジかよ。ゴールは武道館じゃないよ。サンプラザの中の歌ってくれないから。あー、自分のノグソ必殺技使う。うんこか、違うか。マジかよ、マジかよ。寒い。痛い。帰りたい。お風呂に入りたい。ああ、マジでうんこあと1個。うんこあと見つければあとダッシュするだけだからな。うんこどっかに落ちてて。あー、くそ、またタバコかよ。もうタバコいらねえよ。あー、ここうんこないな。あと一個、あと一個。寒い。あー、手が痛い。いや、お風呂入って指がもう痛いの。指が痛い。あ、ここありそうだな。あー、うんこが欲しい。うんこがないな。うんこどこだ。あ、やばい、あと30分しかない。あと30分しかないよ、みんな。あー、マジかよ。絶対達成してやるからな。こんな寒い思いしてんだから。ここまで来てうんこ取れませんでしたとか恥ずかしいかんね。これでうんこハンターとして恥ずかしいでしょ。あっ、うんこじゃねえのかよ。なんだよ、ふざけんなよ。紛らわしいわ。どこだ。あと何分。あと30分。やばい。あー、見つかんねえ、マジで見つかんねえ。あと1個なのに。あと1個なのに。絶対この通りねえよ。うんこ、もううんこの通りじゃないもん、これ。
ああ、もうでもいつかばつか向かうわ、いつかばつか。いや、2時間以内にうんこ5個探すわけだから、クール宅急便で送られても、いや俺うんこコレクターではないから、勘違いしないで、うんこハンターであってうんこコレクターではないから、みんなのうんこいりません。俺はハントね、狩りをしてるの、コレクションはしてねえわ。ハンターだから。あと1個、あと1個、あと1個、気合い気合い、自分を信じ、ああこんなにかかると思わなかった、絶対いけると思ったのに。ちょっと4個目見つかった時油断したわ。あーダメだな、やっぱ人間って。あの時ガッツくべきだった、タバコ吸ってる暇なんかなかったんだよ。ダメだな人間、油断、ラスト1個なのに。くそー、どこだ、どこだ、うんこ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 、お願い、1個出てきて、うんこ1個出てきて、1個、あと1個でいいの、あと1個、お願い、奇跡のうんこ、奇跡のうんこ。あー、この通りうんこねえなー、マジで。いい、あと1個、あと1個、あと1個、お願い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 、今月収入厳しいんだって、マジで。今月収入厳しいんだって、本当に。このままじゃ配信料続けられなくなっちゃう、マジタバコかよ、もう。いや、そうだね。あ、この通りありそう。この交差点、熱いな。ちょっと、くまなく行こう、この交差点。タバコ多いな、ほんとに。マジかよ。あと一個なのに。なんとかならねえかな。いやー、もう夜中だから人がいない。いやー、もうほんとあと何分、うわ27分かよ、マジかよ。嫌なんだけど、これでダメなの。バカありがとう、ハートありがとう。いや、うんこあと1個なんだって、頼むよ、あと1個、あと1個、あと1個だけ、たった1個でいい。なんで最後の1個見つかんねえんだよ。ふざけんなよマジで。あんなにいいペースで見つかったじゃん、最初の1個なんか5分で見つかったんだよ、なんで最後の1個出てこねえんだよ。4つだぜ。なんでないの？うわ、この通りうんこないって。うわ、どうしよう、どうしよう。あ、どうしよう、マジで。うんこがねえ。うんこがねえし、ゴールに行かないと。あ、頼む、誰かうんこ。うんこ、うんこ。なんでないの、マジで。なんでないの？
なんでないの、うんこ。意味がわかんねえわ。意味がわかんねえよ。さっきまでうんこあったじゃん。なんでうんこねえの。あんなにたくさんあったのに。いや、ゴールまでギリギリだね。25分で間に合うか間に合わないかだね。それよりもうんこをコンプリートしないとゴールに行く意味がないんだよ。だからうんこを優先するかゴールに急ぐべきかすげえ迷ってんの。2つのミッション、ミッションが多くなったから、うんこしてる人流さないでコンビニ巡り。いやー、人糞はアウトだろう。人糞に手出したら人間の終わりだから、人間やめますかでしょ。やっぱね、それはね、やっぱりね、マナー違反というか、人糞に手出したらもう人間やめる行為だからね。デビルだよ、デビル。悪魔の所業でしょ。いや、さっきの雪に埋まってたうんこ掘り返せばよかったな。なんとか。あー、ここありそう。うんこスポット発見。あー、雪がねえな。うんこねえかな。うんこ。あー、ありそうだな、うんこ。うんこじゃない。くそー。くっそー、マジで。うんこかと思った。うん、うんこお願い、一個でいいから出てきて。くっそ、マジかよ。うんこ一個だけでいいんだって。一個でいいんだって。欲張らないから、一個だけ出てきて。一個だけ、一個でいい、一個。いや、あと何分？あと23分。うんこ。うんこ。本気出せ、うんこ。うんこ、うんこ、うんこを見ろ。うんこの気持ちになれ。うんこのこと考えよう、うんこのこと。うんこになれ。そう、俺はうんこ。I am うんこ。I am うんこ。うんこだったらどこにいる？うんこの気持ちになろう。うんこだったらどこにいたい？うんこになれ、うんこになれ。うんこのこと考えろ。感じろ。なれ、うんこになれ。うんこ。うんこ。残り時間がない。時間がない。ここがねえな。なんでだろう。なんで欲しいもの最後の一個が手に入らないんだろう。あと一個なのに、なんでねえんだマジで。たったあと一個なのに。ここ山手通りっていうのかな、なんか大通りだね、新宿の。あと一個なのにな。犬が散歩してねえんだろうな、多分。頼む、頼む、頼む。あーねえ、うんこがない、うんこがない。うんこ、うんこ、うんこ、うんこ。来い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 、うんこ来い。あと何分？あー、あと20分。うわー、マジかよ、マジかよ。
ちょ、来て来て来て、犬ちょっとあと20分しかないけど、ほっかほかうんこちょうだい。マジかよ。どこに行けばいいんだっけ。もっと先だったっけな。ゴールが分かんなくなってるな。いやマジであと1個だけでいいからうんこ欲しい。あと20分、あと20分切った。やばい、時間がない。くっそー、なんでねえんだよ、うんこ。うわー、交差点来たよ。絶対あるはず、うんこ1個ぐらい。交差点は激アツだかんな。交差点は熱いよ、見逃すなよ。交差点は熱いよ。ちょっとないか。なんでねえんだよ。あ、犬散歩してねえのか、この辺。なんでねえんだよ。あと1個なのに。心折れそうだよ、これ。心折れそうだよ、マジで。なんでねえんだよ。はっ。はまきかよ、もう。ポイ捨てやめろよ、マジで。はまきだったわ、もう。あ、腹立つわ。はまき、なんではまき置いとくんだよ。紛らわしいわ。なんで葉巻をポイ捨てするんだよ、アホかよ。うわ、ここ、うわ、鎌倉あるじゃん。鎌倉とかいらねえわ。うわ、大通りねえな、マジで。あ、へこんできた。心、あと1個で収入上がるんだっつんだよ。マジで飯食えねえんだよ、こう。あと1個だよ。あと何分？あと18分。1個だけ、本当に1個だけでいいから。なんでうんこねえんだよ。腹立ってきた。腹立ってきたわ、腹が。あ、うんこ？うんこじゃねえのかよ。くそー。あー、マジでムカつく。なんでうんこがねえんだよ。なんでうんこ、ああ、時間がない、ゴールに間に合わない、もう。いや、頼む、もう1個ぐらい出てこいよ。1個ぐらいあんだろ、1個ぐらい出てくるだろ普通。さっきまでポンポン見つかってんだから、なんで最後のインコが見つかんねえんだよ。いや、もう中央公園間に合わない、だいぶ離れちゃった。あー、くそー、マジで落ちてろ。ラッキーうんこ来い。ラッキーうんこどっかにあるだろう。来い。あー、マジでねえな。あー、ねえな、マジで。ラッキーうんこ、なんでねえんだよ。あー、探してる時間ねえぞ。くっそー、どうすりゃいいんだよ、マジで。うわ、マジでねえな。なんでこのタイミングでねえんだよ。普通出てくるだろ。考えられねえ。あと15分、一応ゴールには間に合いそうだけど、もううんこスポットねえな。
うんこスポットがねえな。くっそー。あー、あと一個。うんこちょうだい。あー、ともちゃんありがとう。いや、あと一個。あと一個。お願い出てきた。あと一個。一個だけでいい。うんこ。なんで俺うんこ4つも持っ、はあねえな、うんこマジでうんこ欲しい、うんこうんこ、あーイライラする。なんで俺2時間もこんな寒いのにうんこ探してんだよ。あーうんこねえな、あーイライラする。どうしよう。いや、うんこスポットの、ちょっとね、うんこスポットじゃないけどゴールに急がないといけなくて、うわ余裕だと思ったのにな。4つ目につけた時、あ、どこで間違えたんだろう、なんでだろう、どこで間違えたんだろう。嘘でしょ。だってこれうんこ見つかるパターンだったじゃん。うわ油断してたな。あと何分、あと14分。いやうんこ頼む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 、マジで。いやねえな、マジで東京のやつマナー良すぎるんだって。東京のやつマナー良すぎるんだよな。そうなんすよ、そうなんすよ。みんなねマナーいいからね持ち帰るんだよ。成田なんかうんこだらけだからね、道路うんこいっぱい落ちてるんすよ成田は。なんでこんな東京うんこねえんだろうな。あーお願い、ラッキーうんこ、ラッキーうんこ、サービスうんこでもいいわ。なんならラッキーうんこじゃなくてサービスうんこでいいもん。サービスうんこ来い。あと何分、あー12分。サービスうんこ、サービスうんこさ、あ、あん、え、これうんこか。うんこじゃねえな、なんだよ、め、紛らわしいんだよ。くそー、なんでねえんだよ、なんでねえんだ。うんこ、ちょごめん、コメント読めねえわ今。ちょごめんね、ちょ、うんこに集中させ、あと12分しかねえから。ねえなぁ。なんでねえんだよ。一個ぐらい落ちてるだろ。え、最後のうんこから何分？最後のうんこから何分経った？ラストうんこから何個、フォースうんこから何分経った、フォースうんこから何ミニッツ。結構探してるぞ。なんだよこの通り、なんでねえんだよ。あと、あと10分、あと10分。頼む頼む頼む、ラストラスト。頼むって、やばいやばい、あと10分。うんこ、なんでねえんだよ。頼むって
れここだったっけゴール。あーねえなーマジで。あー3個スルーしたうんこ、ほんとにムカついてきた。うんこうんこ、いやプライドあっから俺にも、ハンターとしてもプライドあるから。あと何分？あと10分。頼む頼む、ラッキーうんこ、サービスうんこ。くそー、なんだよ、なんでうんこしてねえんだよ。役に立たねえなマジで。一応ゴールには着いたわ。一応ゴールには着いたんだけど、え、ゴールどこだっけ。多分この辺だったような気がするんだけど、うんこがねえわ。あーくっそ、一人でうんこ探すのもつれえし、指痛えし。いやもう恥ずかしくて帰れねえよ。このくっそ寒い中よ、マジで。あーここありそう、あ絶対ここありそう、絶対あるっしょ。あーでも雪で埋もれてんな。あーあーもっとゆっくり探したかったな、もっとゆっくりうんこ探したかったわ。まさかこんなことってある。あダメだわ、ダメだ、もう間に合わねえよ。残り8分しかねえ、もう。そうだろ、かよ。いやこれね、本当にね、ハンター試験合格できないよこれ。うんこハンターとしてネテロ会長に怒られるんでしょこれ。ハンター試験に落ちるわ最終試験で。このねギリギリで持ってないやつなんだよ、ギリギリで持ってないやつ。やっぱね、プロのハンターは確実にゲットすると思うもん。プロハンターだったら。多分ここじゃなかったっけな。あー、ねえわ。うわ、最悪。あと何分？あと5分でしょ？くそー、絶対ここだわ。ねえわ、ねえ。はあ、マジでどうすっか、うんこがね。いや、くそー、マジかよ。あと何分？あと5分。あと5分。頼む頼む。頼む頼む。目を凝らせ。声を聞け。感じろ感じろ。感じろ感じろ。絶対いるから、絶対あるから、うんこは絶対あるから、絶対ある絶対ある。あと何分？あと5分。絶対ある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 。諦めんな諦めんなよ、諦めんな諦めんな。うんこはある、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 
絶対ある、絶対ある、絶対ある。信じろ、信じろ。信じろ。信じろ、信じろ。絶対ある、絶対ある。諦めんな、諦めんなよ。諦めんなよ。また鎌倉かよ。絶対ある。絶対ある、絶対ある。絶対ある、絶対ある、絶対ある。絶対にある、絶対にある。あと何分？あと4分。うんこ、うんこ、うんこ。うんこ、うんこ。頼む、頼む、頼む。うんこ、うんこ。頼む、頼む、頼む。頼む、頼む。マジか、マジで、あと何分、あと4分。絶対ある、絶対ある、絶対ある。探せ、探せ、探せ。掘り当てろ、掘り当てろ。あー、なんで、なんで、なんで。頼むって一個ぐらい出てこいよ。なんで出てこねえんだよ。おかしいだろ。いや、マジでマジで、あと何分、あと3分。はぁ、あ、1個ぐらいあるだろ。なんでねえの、マジで。なんで出てこねえんだよ。はあ、なんでねえんだよ。この看板のせいだよ、この看板のせい。こういうことするからでしょ。こういうことするからだよ。ちょ、やめて、この看板。マジで。こいつのせいだから。あと2分、2分半。この看板があるスポットで探してもダメだろ。一番ダメな看板だろ、あれ。敵だわ。敵。あの看板のせいで、え？あと何分？あと2分。あ、茂みがある。あー、もうダメだ。くっそ。あと2分。お願い、お願い、お願い。お願い、うんこ、うんこ。うんこ、お願い。あ、雪がない。うんこ。一個ぐらい落ちてろよ。なんで？なんで、なんでねんだよ。残り1分半。残り1分半。諦めんな、諦めんな。目を殺せ。目を凝らせ。あー、くそ、マジで。あと1分半。くそ、マジかよ。あー、茂み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 よ、茂み、茂み、茂み。あ、うんこ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 。あー、なんで、なんで。あ、マジでマジでマジで、あった。ゲット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 。マジか、やったー、あった。マジか。ちょっと氷に入ってるけど、ちょっとアイシングうんこ、やった、ゲット、やったー、やったー。氷の中に、この中にうんこ入ってます、今。嘘だろ。うわ、うんこだ。残り20秒。
残り20秒やったぞ。ええー、嘘。ゴール、ゴール付近まで来たのに。ダメだって。まあ一応うんこは取っとくか。脳幹？いやまあいいや。とりあえず2時間でうんこの約束は俺守ったから。マジかよ。マジか、ロスタイム。30メートル先だけどね。まあしょうがないや。うん。まあしょうがないよ。間に合わなかったから、うん、タイムロスだわ、タイムロス。まあでもラスト20秒で感動のうんこはあったからいいか。なんか変な達成感あるわ。奇跡じゃない？奇跡のうんこでしょ。うわ、しょうがねえから帰ろう。皆さんお疲れ様でした。うんこここ分のハート相手はありがとうございます。参加費くれんの本当に。ね、しょんべこぞさん、マジで俺5個見つけたよ。不正行為じゃないよ。俺今この袋の中にうんこ5個入ってるから、あの確認しても不正行為一切ないの分かるよ。色も形も全然違うから。いやー惜しかったな、惜しかったな。やっぱ、あー5万円欲しかった。くっそ。この辺りがゴールだっけ。僕どうしたらいいですか。参加費もらえるんすか。ギャランティーもらえるんすか。達成できなかったのに。あー、ありがとうございます。ハートありがとう。俺どの辺で待機してたらいいですか。しょんべん小僧さん、ありがとうございます。しょんべん小僧さん、あー手が痛い。手真っ赤、見てパンパンに真っ赤になってんだけど、霜焼けで。わかる？霜焼けで手が真っ赤。バス停の近くでツイッターアップ。ね、この携帯が俺の携帯じゃないんですよ。だから、あの、家に行かないと、あの、僕のツイッターのアカウント連動できてないんですよ。なんな、あの、不正は一切ないです。ここにがっつりうんこあるんで。はい。このまま配信を家までつけて帰って、あの、すぐ、枠閉じたらすぐアップすることできますよ。霜焼け半端じゃねえ。手がめちゃめちゃ赤い。超痛え。今マイナス3度くらいじゃん。不正はないっす。がっつりうんこ5個5匹分のうんこゲットしてます。ありがとうございます。正面小僧さん、参加賞いただけます。参加賞。そっから 200m 了解っす。なんかその辺で待っててって、あのなんか目印とかあったら。ありがとうございます。すいません、いつも。いや皆さん、しょんべい小僧さん企画なんで、あのうんこ5個ゴールまでにたどり着いたら5万円もらえるあの約束だったんですけど、参加賞いただけるらしいです。皆さん、あのしょんべい小僧さんにパチパチお願いします。しょんべい小僧さんにパチパチお願いします。あのスポンサーの今回のスポンサーしょんべい小僧さんなんで、ありがとうございます。参加賞いただきます。参加賞。寒い。いやでも人間本気になったら2時間でうんこ5個探すことができる。東京でだよ。東京で、あのまあ和道リスナー知ってると思うけどね、石野くんとじゃんけん空き缶1万円対決やったのもしょんべん小僧さんの企画ですね。うん、しょんべん小僧さんはね、あの投資に成功した大金持ちらしいよ。ああ寒い。
手がやばい。こっちもこっちはねまだ大丈夫だけど、携帯持ってた方の手がやばい。こっちの手がやばい。凍傷で、あー、うんこ落ちた。寒い。あ、ちょっと赤いつが痛いね。もう指が動かねえ。寒い。うわ、寒い。あ、200人も閲覧あったんだ。俺手袋持ってないんだよね。いやー、もう、あ、だからあと15分早ければ。いや、フードかぶったらさ、ほら顔芸ができないからフードかぶったら顔芸ができないのよ。そう、配信者っていろいろあんのよ顔芸命だからね。いやー、でもうんこをラスト20秒でこうゲットできたのは良かったね。ただその勝負に負けたけど、ん？試合には負けたけど勝負に勝った感はあるね。この辺ちょっとタバコ吸おうかね。え、本当に皆さん花火もくれた人ありがとうね。みんなお疲れ様。夜中なのにこんなにたくさんの人戻って、あ、もう戻っていいんですか。ちょっと一服しますね。みんなもお疲れ様。人間やる気になれば新宿でうんこを5、あー手が痛い、うんこを5個ゲットすることはできます。もし面白かった人はぜひふわちフォローと YouTube のチャンネル登録よろしくお願いします。あと Twitter にうんこの動画アップ、あ、うんこの写真アップロードするんで、今日拾ったうんこを見たい人は僕のツイッターフォローしといてください。あ、了解です。タクシー越えたとこ、寒い。不動産屋了解です。ちょっとわかるかな、行ったらわかるか。正面小僧さんありがとうございます。あ、フォローありがとうございます、ジョージさん。ちょっと待って、携帯灰皿が開かない。開かないんじゃない、手が、ま、使えねえよ。いやー、でも感動したな。ラスト20秒のうんこはちょっと、なんつうんだろう、人生で一番感動したかもしんねえわ俺。うん、なんかグッとこみ上げてくるもんがあったね。うん、正面小僧さん、そういうのやめてください。そういうのやめてください。正面小僧さん、そういうこと言わないでください。なんならこの袋の中に、あの、本当は8個あるとかやめてください本当は8個あるとか、そんなことは僕はないんで。そういうなんかテレビのやらせみたいなコメントやめてください。最後の1個は演技、でも最後の1個はガチで20秒で見つけたかんね。最後の1個はガチで見つけたかんね、ラスト20秒で。ただ5個以上あるかもしれないね、この中には。あとでツイッターあげるわ。うん、これが神回大喜利できるぞ、大喜利。いや、マジで寒い、マジで寒い。なんかいいね、こういうなんか小学生みたいな企画いいね。大の大人がうんこを探すっていうのがいいね。
これでも石野とやりたかったな、ちょっとな。石野より俺絶対うんこ見つけんのうまいもん。石野が今新宿にいねえかんな。ちょっと石野と企画やりたいね、月1ぐらいで。石野と月1でやりて。寂い。ねえ、今度石野となんか別、ねえ、面白いのあったら。これ一応家まで持って帰って、家に帰ったらツイッターアップする。不正がなかったよ、ということで。でもすげえな。いや、服持ってないんですよ、僕。見応えあった、トリップさん。いや、嬉しいですね、そう言ってもらえると。最初から最後まで見た人手挙げて、何人ぐらいいんの？最初、オープニングから、オープニング開始10分前後から2時間最後まで見た人。あ、みーすけ最後まで見てたの？冷凍庫に保管はしない。すぐ捨てる。あ、みやさんも見てくれてたんだ。見てくれてたんだ。ありがとうね。やっぱ配信はこうでなくちゃね。結構いるな。あ、悟空さん久しぶり。ビタも久しぶりだね。オッケーオッケー。もう行くわ。いや、ションベン小僧さんマジでありがとう。いやー、寒い、マジで。音声聞いてた。今見てたらラジオで聞いてたの。持ち帰るよ、ちゃんと。ゴミ箱に捨てるっつうか。ちゃんと燃えるゴミ出すよ、これは。いや、番組的には編集はしないっすね。僕は、垂れ流しっす。YouTube の動画にアップするのは全部ノーカット版でオープンします。で、動画職人さんが、なんか編集したい人は自由に使っていいっすよって、お金もいらないっす。CC って言うんだけど、クリエイティブコモンズって言うんだけど、二次利用可能にしてるから、だから動画職人さんでもし今回の動画編集して5分ぐらいの動画にまとめて、なんか広告とか撮っていいっすよ、全然。なんか僕のチャンネルとか生放送とか URL 貼ってもらえると嬉しいですね、番組説明欄に。動画職人さんぜひお願いします。あ、本当っすか、ミッキーさん。あ、俺ミッキーさん誰だか分かったかも。すげえ古いリスナーさんじゃない？俺ミッキーさん誰か分かったかもしんねえ。俺ミッキーさん誰だか分かった気がする。今ので分かった。すっげえ古いリスナーさんかも。え、野外にいんの今ミノムシさん、大丈夫？あ、仕事中もしかして。そういえば深夜のバイトだっつったもんね。左手どこだろう。不動産屋っつってたのかよ。ションベン小僧さんマジありがとうございます。いつもすいません。いや、今日はぐっすり寝れるな。ここがなんだろう、どこだろう。不動産屋、タクシーが止まってんな。不動産屋どこだ。左手グリスクどこだ。不動産屋これだ、多分。不動産屋のどこっつったっけ。あ、あった。これじゃね？これじゃね？これだ。これだ、これだ。これでしょ。これっすか？これっすか？え、フリスクって今こんなパッケージなの？ありがとうございます。いただきます。頂戴します。ありがとうございます。え、フリスク中入ってんの？フリスクちょっと食べたいな。ありがとうございます。ありがとう。
中入ってるな。ありがとうございます。ごっつんです。じゃあ、うんこ拾わない不正がないようにちょっとこれつけて雑談したから帰るわ。ありがとうございます。ギャラいただきました。あたっす。フリスク中入ってんの？食べていいのこれ。今缶のフリスクってあんだね。寒い。寒い。携帯がさ、すげえ鉄だから冷てんだよ。だから携帯の冷たさで手がやられるの。携帯の冷たさで。あれ、コメント止まったな。痛い。いい運動になったな。2時間足腰鍛えられたでしょ、これで。あれ、なんでコメント止まったんだろう。ちょっとごめんなさい。ああ、立ちっぱなしなんだ。いや、あのね、体とか大丈夫なんだけど、手が痛い。手が凍傷になってるでしょ。手が痛いっすね。両手がもう、なんつうんだろう、パンパンに、なんか真っ赤になってて凍傷。握力がない感じ。手だけ痛い。交互にポケットに入れてる。寒い。いやでもありがてえな、本当に。マジありがてえ。なんかアンドロイドと iPhone って違うんだね、配信画面が。全然わかんねえ。ちなみにこれ、うんここねてリンゴにするって意味わからん発言したが、うんと、あ、そういうことだったんだ。そういうことだった。それが元ネタだったんだ。全然気づかなかった。思いつきで喋ってるから。でもなんかこれ YouTuber とかさ、若い配信者とかやったらさ、すげえ盛り上がりそうだけどね。女の子とかやっても面白いだろうし、結構なんか定番の企画になりそうだけどな。すげえ企画力あるなと思ってびっくりしたんだよ。フリスクの中に、そう、ギャランティーをいただきました。参加料をいただきました。後で開封したいと思います。あ、オッケーオッケー。家で開封してもいいっすか。家に着いたら。ちょっと手がね、もう硬くてね、とりあえず家に帰る。家で最後、家に着いたら開封して、お別れの挨拶の時に開封します。多分ね、フリスクも入ってんだよね。カラカラ音がするから。さあ、見え。なるほど、うんこをこねてリンゴにするっていうのが元ネタだったんだ。右足痛えな。足首ちょっとぐねったかもしんない、雪で滑って。ってことはロムって聞いてたんだ、正面小僧さん。正面小僧さん基本的にロム線なのかね。
寒い。マイナス？今日。てか東京ってマイナスになるんだね。北海道の人とかすげえよな。これよりも寒いのに生活してるんだもんね。いやマジでね、北海道はね、すげえ食い物うまいし、女の子綺麗だし、北海道すげえ好きなんだけど、どうしても住もうとは思わねえわ。雪の量もこんなんじゃねえ、気にならないぐらいでしょ。48年ぶりの寒さなんだ。ちょっとおかしいもんね。なんかね、雪降る前の1週間ぐらいはちょっとあったかくてね、いいなと思ってたんだけど、今マイナス2度。マイナス2度、それうんこも固まるわ。今投資家たちはトランプ発言でドル円がめっちゃ動いていて、パソコンで取引してるはずです。あのね、小池さんね、あのなんつうの、いや、このあのね、トレーダーの人ってね、あのロムリながら見てんの。あの個人投資家何人もいるのよ。ビットコイン派の人もいれば、株 FX とかいろんな人がいるんだけど、不動産の人とか、あの結構多いんだよ。その家の中でパソコンで見てるから、配信見る人多いの。だから逆にこの時間起きてるってことは投資してるんでしょ。だからそんな見え張ったってしょうがないじゃん、コメント欄で。うん、そうそうそう。だって小池さんもそれ分かってるってことはトレーダーでしょ。小池さん自身もトレーダーでしょ。で、小池さんがコメント打ててるってことはそういうことなんだよ。多分小池さんトレーダーでしょ。1円動いたのすげえな。やば。そうそう、トレーダーの人多いんだよ。俺は全然その経済のこと分かんないからさ、FX も株はちょっとやったことあるけど、ソフトバンクの、あ、ソフトバンクじゃない、日経平均が6800円ぐらいの時に始めて、これチャンスだと思って、ですぐやめちゃったんだよね。あの時にね、塩漬けしてたらだいぶ儲かったのに。今日経平均どれくらいなんだろう。ソフトバンクの株買ったんだよな、確か。投資はね、なんか、ちょっと勉強しないとなぁとは思ってるけど。そうそう。でもね、投資家の人ってね、結構ね、投資の枠見る人が多いんだけどね。あの、フリクリさんとか、まあ、慎吾さんは今投資やってないけど、FX 配信者とか見てんじゃないかな、昼間は。まだ残ってるよ、ちらほら。これは大通りだからね、多分ね、業者が雪かきしたんだと思う。ちょっと残ってるよ。で、あの、住宅街の方とか行くと、まだ雪残ってる。溶けたんじゃなくてね、多分ね、固したんだと思うよ、これ。投資はしてないですね。死にたくないっす。死ぬ勇気ないっすね。ほら、鎌倉あるでしょ。ちょっと待って。あれ？あれ？切り替わんねえな。ほら、鎌倉あるでしょ、そこに。なあね、この雪が残ってるってことは、多分、固したんだよ。よく作るよな。東京で鎌倉なんか見ないもん。こんだけ積もったってことでしょ、鎌倉できるぐらい。東京で俺鎌倉なんか見たことない、こんなでかいの。多分住民が遊んだんだと思うけど。
あ、全然わかんない。109円半ばに戻ってる。いや、FX がどういうからくりなのか俺全然把握できてないもん。なんで円とドルが変わると儲かるのかもよくわかんないし。三茶じゃないよ、新宿。いや、最後のうんこ見つけた時、ラストうんこ見つけた時マジで奇跡だと思ったもん。ちょっと感動した、ちょっと感動した。すげえ。今どの辺だこれ。あー、もう歩いてすぐだ。あと20分ぐらいだね、歩いて。いや、今日はぐっすり寝よ。 FX はやってないけど株の先もやってる。あー、そうなんだ。 FX 派だと思ってたわ。ジャンパー持ってない。シゲチいらっしゃい。円やドルの違いがわかる。ほうほうほう。株の先物？日経225とか。株の先物っつったら日経225と日経225ミニしかわかんねえよ。でも日経225ミニ塩漬けできないんでしょ、先物だから。時間制限があるんでしょ。いや、風邪ひくと思うわ。お風呂に浸かってゆっくり寝る今日は。とりあえず家帰ってギャラの確認とうんこのアップロードをして終わり。寒い。てか足首痛え、マジでぐねってるこれ。風呂入る前に飯食おう。インフルエンザは多分ね、今年もう大丈夫だと思う。おはようございます。おー、さくらさん久しぶり、おはよう。なんでうんち拾ってたの？え、うんこ2時間以内にうんこを5個拾ったら5万円もらえるって言ったから。あの金生活のためだね。今月全然収入厳しかったから超助かると思って、意地でもうんこ5個拾ってやると思った。ただね、時間オーバーで間に合わなかった。でもね、参加料をもらえた。いや、ほら、うんこハンターとして自分でうんこ拾ったらやっぱ不正じゃん。だってのんちゃんにうんこしてもらって俺のうんこで2カウントできちゃうから、やっぱりハンターとしての血が騒ぐからさ、プライドがあるから。俺もよぎったよ、ラスト20分やっぱ自分でうんこしようかなってよぎったよ。そのうんこはツイッターに写真アップロードするからツイッターフォローして。みんな犬のうんこね、ちなみに人間のうんこを拾ってるわけないよ。さすがに2時間で人間のうんこ5個拾うのは難しすぎるわ。そんな能力俺にはねえわ。あー、見え。うん、お風呂ゆっくり使って寝るよ。半身浴じゃないけども、バスタブにお風呂溜めて、ユニットバスで狭いんだけど、お風呂にゆっくり使ってじっくり温まって寝る。さすがにもう芯まで冷えたよ。マイナスだと思わなかったわ。でも今日おとといぐらいが一番寒かったけどね。今日それでもまだ耐えられるもん。カツアゲなんかしないよ。何十年前の話してんの。俺が中学生の頃とかね、親父狩りとか流行ってたけどね。
親父ガリガリとかあったりとか、あのね、俺の友達はね、親父拾いっていうのやってたね。親父狩りにあって、やっぱ現金パッて抜いて捨てるんだよ、財布とかを。でそれを拾いに行くの。親父狩りの後の財布を、財布が捨てられてるスポットをガサガサやって、その財布の中身を確認して小銭とかをもらってた。エアマックス狩りあったよ、成田も。フリーズドライの顔出してた、あれ惜しかった。フリーズドライ？銀行強盗なんか俺聞いたことないよ。日本で銀行強盗って事例あるの？そうそう、先輩、2個上ぐらいの先輩がやってたね、エアマックス狩りとか親父狩り。あの頃すごかったよね。親父はさ、援助交際でさ、女子高生に金巻き上げられるわさ、男にはさ、親父狩りっつってさ、親父たちがさ、花火ありがとう、匿名さんありがとうね、親父がさ、若者に金をむしり取られてた時代があるんだよ。今考えるとさ、今の若い子超いい子だよ。ゆとり世代とかバカにされてるけど、人間できてるよ。俺らの1個上2個上とかも、もうすげえなんか北斗の拳みたいだと思うんだよ。北斗の拳の残党の活動みたいだと思う。援助交際だ、全盛期、親父狩り、エアマックス狩り。東京だけ、いや成田にもあったよ、成田にもあったよ、親父狩り。千葉にもあった。まあ東京はもっとひどかったんだろうね。あとなんか G-SHOCK 狩りみたいなのもちょろっとだけあったね。なんかその頃 G-SHOCK がね、流行ってたんだよね。もうすぐ家だよ、しげっち。さみー、あー超さみー、布団の中入りて。その前に風呂だな、風呂。風呂とツイッター、ツイッター。もうあと5分だね。もうあと5分で家。水風呂なんか入らないよ、死んじゃうよ。早くあったかいとこ行きたいね。うん。氷風呂なんか入らない、死んじゃうよ。でね、今知ってる？あの体温とか指で触った温度だけで髪の毛の色が変わるさ、ヘアマニキュアあんの知ってる？こう、例えば赤じゃん、こうやってパーって撫でるだけでその色が変わるの。すごいヘアマニキュアあるんだよ。もう温度によって七色に色が変わるの。こう触るだけでその部分だけ色が変わるっていうやつ。なんかね、検索すると出てくると思うよ。ヘアマニキュア色変わるとか。リトマス紙とは違うでしょ。リトマス紙は酸性かアルカリ性とかでしょ。じゃあ温度で変わるの。だからドライヤー当てるとうわーって虹色になるの、風が当たったところだけ。なんか最近開発されたみたいで、いや市場に売られてるかどうかは分かんないんだけど、すげえ綺麗だよ。あれ一回試してみたいな。もうあと5分で家着きます。うんこどこで取ろうかな。部屋の中にうんこ持ち込みたくねえな。
いや、うんこは写真撮って証拠の画像をツイッターに上げるんだけど、とりあえず写真だけ撮るわ。写真だけ。食べねえよ。うんこって食べたらダメなんだよ。めちゃめちゃ苦いんだよ。あ、トイレに流してもいいのか。そっか、うんこなんだ。ただね、うんこっぽくないんだよ。カッチカチなんだよね。うんこって重たいよね。なんか俺らが思ってるよりうんこって重たいから。機会があったらね、自分でしたうんこね、そう、手で持ってごらん、みんな。しげち、家で試して、うんこするじゃん。持ってごらん。すげえ、もうビニール手袋とか持って、重量感あるから。うんこって重いんだよ。やだ？うん、お前が持て。なんで味知ってんの？あのね、うんこの味に興味が湧いて、あのね、結構調べたの。で、あの、うんこを食べさせるプロの女の人とかいるのよ。で、その人のブログとか読んだら、なんかその、食べるうんこの作り方とか、うんこの味とか、いろんなレビューがあって、すげえ勉強になった。今度うんこの枠やるね。まあ、この枠もうんこの枠だけど。うん、そうそうそう、スカトロにね、結構関心があった時期があったんですよ。やったことはないけど。そう。中学2年生の頃の俺の持論が、あの、好きな子のうんこが食べれないとかは、トゥルーラブじゃないっていう。本当に好きだったら、好きな子のうんこ食えるはずだっていうのが、俺の恋愛観だったね。食べたことはないけど。ジャコウネコのうんこはコピルワックって言って、最高級のコーヒー豆のことですね。コピルワック。一杯5000円ぐらいかな、東京だと。いや、大丈夫でしょ。霜焼けぐらい、一日で治るでしょ。寒い。うんこ食べれない。燃料としてうんこって燃えんのかな。うん、超寒いよ。もうでもあと1分で家。自分で自分のうんこ食べるわけじゃないんだよね、スカトロの人って。あのね、なんかね、肝臓かなんかのね、分泌液かなんかがすごい苦いの。だから、その女の人で、そのスカトロのプロの人がのブログによるとね、あの3日間ぐらいね、断食っつうかね、野菜だけ食べるみたいな、そのジューシーでフルーティーなうんこをするために、食物繊維を大量にとって、果物いっぱい食べてみたいな。そうするとマイルドですごい美味しいうんこが作れるらしいよ。で、肉とかダメらしいね、やっぱ。あ、家の壁にもね、アフリカとかでは使うね。家着きました。ここで写真撮ろうね、後で。寒い。よいしょ。うんこはとりあえず外に置くわ。うんことりあえず、ちょっと外に置かせて。家の中にうんこを持って帰りたくない。よいしょ、ただいま。ただいま、のんちゃん。うんこ見つけたけどね、タイムリミットでね、酸化量だけだった。うわ、あったけ。じゃあ、ギャランティーの方、開封させていただきます。皆さん、最後までありがとうございました。あ、曇ってるな。ちょっと待ってね。すげえ曇ってるな。この部屋湿度高いからさ。よいしょ。よいしょ。見える？待って、もう電気消すわ。ごめん。今、広角レンズ外した。
ではギャランティーの方開封させていただきます。このフリスクの中にね、あのションベン小僧さんからギャランティーいただいたので、よいしょ、開封します。パカッとな、ちょっと待って。おわお、ありがとうございます。1枚フリスク食べていい、これフリスクネオ食べるわ。フリスク食べさせて。いやもう手が真っ赤でしょ、顔と比べたら赤いの分かる。手がね、言うこと聞かない。いや、なんて言うんだっけ、業界用語で1万円のことなんて言うんだっけ。ありがとうございます。ちょっと待って、指が1万円を取りたい。あれ、ちょっと待ってね。かじかんでて指が。1万円いただきました、ありがとうございます。生活費にさせていただきます。いただきました、ありがとうございます。ありがとうございます、ギャラいただきました。ということで、皆さんお疲れ様です。今日はお風呂に入って寝ます。この後ね、僕のツイッターに今日収穫したうんこの方を載せますので、ぜひ、ツイッターの方チャンネルと、フォローしてください。ふわっちもぜひフォローしてください。ふわっちのフォローと YouTube のチャン、この動画はね YouTube に上げるから、 YouTube のチャンネル登録、ふわっちのフォロー、ツイッターのフォローよろしくお願いします。お疲れ様です、ありがとうございました。お疲れ様です。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バッドボタン押してんだよもう。